2021年3月、総流型潜水艦最後の12番艦闘竜が引き渡される予定です。この闘竜潜水艦は名実ともに、総流型潜水艦で最強の静粛性を持って日本の海底を防衛してくれます。10番艦までは、スターリングエンジン搭載低出力で潜航中も充電可能な潜水艦でしたが、リチウムイオン電池の登場で蓄電池技術が飛躍的に伸びたのは知っての通りです。今後、スターリングエンジンの方でも蓄電池の改良次第で飛躍的性能は伸びるかもしれません。極秘で話が進んでいるかも。闘竜潜水艦、翁竜潜水艦を詳しく見ていきますね。やっぱり、日本の技術って、改めてすごいと感じました。2020年10月に、進水式を迎え、タイゲイと命名された海上自衛隊の新型潜水艦であるが、すでに同型艦2隻の建造も進められており、今後の収益が待たれる状態にある。このタイゲイ型は、蓄電池にリチウムイオンバッテリーを採用し、これと連動する発電機とモーター、そしてディーゼル機関によって推進する。通常動力型の世界的にも先進的な潜水艦だ。この機関部の構成は、艦の形式としては、前級である、総流型11番艦。翁竜から実装が始められたものであり、同艦が世界初の、称号を得た仕組みでもある。潜水艦という兵器が登場して以降、通常動力型潜水艦の蓄電池には鉛が、素材として、およそ1世紀の長きにわたって使用されてきたわけだが、これをリチウムイオンバッテリーへと変更したのだ。リチウムイオンバッテリーといえば、民生品の分野ではスマホや、ノート PC などの小型の家電品から、電気自動車やハイブリッド車などにも、採用されていたが、実用の潜水艦としては、初となった。これは、通常動力型潜水艦を製造している各国で同じよう実用化を、目指す向きもあった中で、兵器としての安全性、安定性を確保しつつ、実用化に及んだ点が、画期的だと言える部分だろう。これまでも、リチウムイオンバッテリーの電池としての容量や充電時間の短さは、鉛製の蓄電池に比べて圧倒的に優れた性能であることは認識されていたが、発火しやすい最大の欠点があった。これまでの複数回の情報機器のリチウムイオンバッテリーの発火事故が世界中で発生しており、故に旅客機内への持ち込み等が制限されていることはよく知られている事象だ。こうしたリチウムイオンバッテリーの発火しやすいという不安定さは、特に水中の閉鎖空間である兵器としての潜水艦においては致命的なリスクであり、その克服が課題だった。翁竜以後の海上自衛隊の潜水艦では、こうした課題を、バッテリーの製造元である GSU 浅社の技術力と、潜水艦の設計を担う、三菱重工業などの対策によって、実用化に到達したといえる。翁竜以前の総流型では、
鉛製の蓄電池と発電機と、モーター、ディーゼル機関と、さらにスターリング機関を搭載し、気体気依存推進を可能とした方式を採用していた。この仕組みも、通常動力型潜水艦として、なんとか水中での稼働時間や、連続航行距離を獲得しようと生み出されたものと言えたが、仕組みの複雑さとスペース効率の点で最良とは言い難かった。中でも、実際の海上自衛隊の運用において問題視されたのは、蓄電池と発電機とモーター、ディーゼル機関、スターリング機関の3通りの推進機関の稼働可能な残量の把握だったという。これに加えて、スターリング機関は発生する出力に比して本体自体が非常に大きく、狭く限られた潜水艦内のスペース効率という部分では、決して満足のいく仕組みではなかったと考えられる。このため、日本の海上自衛隊では、以前からリチウムイオンバッテリーの採用を検討していたが、この実用化に時間を要し、結果として双流型11番艦、オウリュウまで成し得なかったわけだ。よって、総流型は10番艦までと11番艦以降が異なる推進方式を基本的に同様の船体に搭載することになった稀有な艦艇であり、当初からそれを前提とした異形型とは少々異なる。リチウムイオンバッテリーの持つ大容量の電力によって従来艦よりも水中での稼働時間や連続航行距離は延伸されたことは事実だが、反面、建造に要するコストはかなり上昇した。これは、総流型10番艦、小流が約520億円だったことに比べて、11番艦、オウリュウでは、約660億円と、およそ 25% 以上の建造費の高騰に現れている。さらに、大芸型では、建造費は約800億円にまで上昇しており、水中での性能の向上という大きな目的は達成できたものの、それまでの3隻分の費用で2隻しか建造できない計算にはなってしまった。今交代芸型が何隻建造されるのかは未定だが、リチウムイオンバッテリーが今後も主流となって続いていくかといえば、すでに違う技術の実用化も指摘されてきている。やはり民間の自動車などでその実用化が喧伝されている全固体電池などがその筆頭であり、潜水艦を稼働させるに足る大型化と安定化の技術が確立されれば、安全性は元から高いという。ちなみに、日本と同様に通常動力型潜水艦を建造しているドイツでは、本国仕様の212型やその輸出仕様にあたる214型など、燃料電池方式の気体気依存推進を採用していることで知られる。このドイツの214型を輸入やライセンス生産した韓国も同様だったが、今後の国産化の方向では、リチウムイオンバッテリーの採用、そして、ゆくゆくは、原子力推進にも意欲を見せている。